今日は特別にベルリン、ドイツにあるベルリンにありますベルリン国立歌劇場の団長さんであるマティアスさんが来ていただきました。非常に有名な劇団です。覚えてるんですね、ベルリン国立歌劇場。今ちょうど日本に来てますけれども、毎日演奏会やってます。昨日もトリスチャーという曲でなんかやってらっしゃったと思うんですけど、で今日もこの後4時には東京のサントリーホールに入って、7時からマーラーの9番というとても難しいシンフォニーの演奏という分単位のスケジュールの中で今日来ていただきました。で本当に有名な団体ですので、昨日のオペラ公演の S 席は5万6000円します。で最低でも3万6000円ぐらいかな、2万かな、それで も売り切れなので大体まあ3万4万払わないといけない。今日の演奏会はオペラではないのでシンフォニーなので安いんですけど、それでも S 席2万2000円で、安いのが1万6000円かな。で日によってはもう全席売り切れ、それでも売り切れという、非常にもう全世界で有名な方ですので、マティアスさん覚えておいてください。ではまず皆さんで大きな拍手をしましょう。で隣にいらっしゃるのが、高橋さんです。香港の保護者の方です。で高橋さんにも大きな拍手をお願いします。じゃああとはあちらにいらっしゃる方がマティアスさんの、お嬢さんの息子さんとその友達に、また大きな拍手をお願いします。今詳しいことは高橋さんから。こんにちは。Thank you.
はですね、ちょっとあんまりよろしくないタイトルがついてるんですが、出だしは私を裏切りという、まあ、非常に有名な曲なんですけども、普段は今日演奏する曲は歌い手さんがステージの上で歌を歌って、いいんですけども、まあ、そのメロディーをクラリネットに持ってやるという曲です。オペラの中でグランドお祭りで、踊る
誇りを取るというところのシーンが生まれているようです
課長としたかしありがとうございます。出た頭だけ映ってる超映ってる